はーい、どうも、こんにちは。沖縄おばばでございます。はい、えー、っとですね、今日の2番目のお記事の紹介です。これ、字幕大王さんの記事なんですけど、非常に、これ、あのー、参考になります。はい。まあ、私のね、えー、こう、聞きに来てる方は、あ作ってない人とか、あ,あと、返納した方ですね、返納した方がほとんどだと思いますけど、改めて読んでみると、とんでもないです。はい。 何がというと、何がかというとね、あの、私の番号でございます。はい、私の番号。あれは絶対作んない方がいいですね。はい、えー、ほぼほぼ内容が基本的人権のね、えー、基本的人権をね、私は国に明け渡しますよという内容になっております。そう、まあ、これはね、あの、規約読んでみれば一発でわかります。はい、えー、すべて、 すべて、えー、これね、県、県の法の違反でございます。はい、憲法違反の内容でございます。はい、全部、何があってもね、えー、お国に一存いたしますという内容になってます。特にね、あの、講座ですね、講座。はい、えー、この講座なんですけど、外部にあるみたいですよ。どうやら、あの、マイナーの マイナーポータルの、あの、情報を貯めとく、いわゆるね、えー、まあはは、なんていうのかな、ー情報を貯めとくね、えー、その機関がね、外部だそうです。はい。 外部です。はい。外部でございます。国がやっているものではなくて、外部に委託しております。ということはどういうことかというと、何か犯罪が、まあね、えー、お金とかがね、こういった紐付きしちゃうと、おまあ、なくなる可能性があるということで、散財に使われたりとかね、えー、簡単にね、えー、ハッキングできますから、はい、えー、その、 ね、あの、いわゆる、業種の人たちは簡単ですよ。はい。えー、一回私もね、あの、パソコンを直してもらうのに、え、頼んだんですけど、向こう側からね、操作できるんですよ、私のパソコン。はい。IP とかね、わかってると。はい。まあ、そういうことでございます。はい。えー、簡単です。はい。えー、そういうことなんでね、これほぼほぼ基本的人権の放棄に近いものがございます。はい。 え、なので、違法ですね。はい。憲法に違法です。憲法に違反しております。はい。えー、なので、申し込みなんですよ。わかりますよね。えー、くあの、レアケーキと同じ構造でございます。はい。えー、まあ、そういうことでございますね。まあ、義務化、義務化と言いますけど、これは義務化はできません。憲法違反です。はい。えー、内容をよく読んでみるとね。 はい、えー、そういった憲法違反のものにもかかわらず、えー、申し込んでしまう人がね、いっぱいいるというね、この、ほうほうまあ読んでないんでしょうけど、こういう規約を、はい。えー、このね、日本の哀れな現状でございます。まあ、すごいですよ、改めて読むと。はい、えー、私の番号でございますね。えー、基本的人権、 はい。これの放棄に近いものがありますね。はい。ほぼほぼ放棄ですけどね。はい。えー、まあ自分のね、情報やら何やらを、まあ外部の人に、まあ見られ放題になっても、えー、まあそれはね、責任はあなたにありますよっていうものなんで、えー、これはね、こんなものね、申し込む人、 まあ、まともな神経だったらいないですよね。でも、まともじゃない人がいっぱいいるんでね。日本はね。はい。何も考えないでね。こういうのも読みもしないでね。ポポーンとね。えポイント欲しさにね。えー、まあ、申し込んでしまう人が多数ということでしょうね。はい。もう、これね、あの、一回この国多分終わると思います。私、こんなことやってたらね。はい。 えー、まあ、作り直さなきゃいけませんけどね。あ、まともな人たちで。はい。まあ、そういうことでございます。はい。まあ、とんでもない内容です、本当に。はい。えー、何度も言いますけど、はい。えー、まあ、読みに行ってください。はい。私の番号ちゃんですね。はい。あんなもの作らない方がいいですよ。まあ、その、まあ、作らない人がね、多いとね。 えー、多分ね、大体案出してきます。はい。大体案は出してきます。今までそうですからね。大体ポシャりますよ。はい。えー、まあそういうことでね。えー、これ、本当あのー、まずいことになりますからね。はい。えー、皆さんもお気をつけください。まあ、返納もできるそうなんで、えー、まあね、返納できる人は返納した方がよろしいのかもしれないですね。はい。えー、よくね、えー、考えて、えー、 何事もね、契約書とか申し込み書とかね、えー、こうするときはね、えー、見ないでじゃなくて、よく見てからね、はい、同意いたしましょうということです。はい。 えまあ、そういうことでございます。こちらのものもね、えー、こちら概要欄に貼れそうなので貼っておきます。本当にね、これ、あの、考えないといけませんよ。はい。えー、こんなものにほいほい同意してね、えー、私の番号のね、あんなものを作ってたら、はい、えー、この国はね、おかしくなっちゃいますよということです。 はい。それでは皆さんまたごきげんよう。沖縄おばばでした。あらあらあら。またおけつに顔つけてますね。